アメリカ世政権下の小笠原諸島とは、1945年のアメリカ軍による小笠原諸島占領から、1968年6月26日の小笠原本土復帰に至るまでの23年間に及ぶアメリカが死臭国による統治時代のことである。20世紀前半の欧米系島民小笠原諸島は、漢文10年2月に、 超え門ら7名が母島に漂着して以来、日本ではその存在を知られていたが、幕府は遠方3年5月に調査船を派遣したのみで、実行支配を行っていなかった。19世紀に入り、欧米の捕鯨船が日本近海に出業するようになると、小笠原諸島に寄港する船が増加し、文政10年6月には、 イギリス軍艦のブロッサム号が父島に来航し、艦長のフレデリック・ウィリアム・ビーチーは、父島をはじめとする小笠原軍島の領有宣言を行っている。しかし、この領有宣言は、イギリス政府から正式に承認されず、文政13年5月10日に、アメリカ人、ナサニエル・セイバリーラ・オーベ男性5人と太平洋諸島出身の男女20人が、 ハワイ王国から父島に入植し、小笠原諸島には欧米系島民が暮らすようになった。幕末には日本、アメリカ合衆国、イギリスの三国で小笠原諸島の領有権が争われた。幕府は17世紀に行った調査をもとに戦線権を訴え、文久元年12月に外国奉行、水野忠則、小笠原島開拓御用。 小花作助らを父島へ派遣し、欧米系島民と会談した。その結果、欧米系島民による既得権益が認められ、代わりに日本による小笠原諸島領有を了承させた。幕府は、翌文久2年8月に八丈島から移住者30名を父島へ送ったが、同月に生麦事件が発生して、日英関係が悪化したため、文久3年5月に、 父島から撤収することになった。最終的に、小笠原諸島の領有権が決定するのは、1875年11月に、明治政府が明治丸を父島へ派遣し、欧米系統民の代表者13名と、小花作助ら小笠原改修委員が会談を行ってからであった。欧米系統民は日本による小笠原諸島領有を認め、 翌1876年9月に、明治政府は諸外国に対して、小笠原諸島領有を宣言した。その後、1882年までに、欧米系島民は全員日本に帰化した。また1881年には、小笠原諸島への渡航禁止令が解除され、横浜からの定期船が増便された結果、日本本土や八丈島からの移民が入植するようになった。 1891年に洋島を含む火山列島、1898年に南鳥島が日本領となり、それらの島々にも移民が入植した。さらに、第一次世界大戦の結果、日本は1920年に北マリアナ諸島、パラオ諸島、カロリン諸島、マーシャル諸島などの島々を移民統治領として獲得すると、小笠原諸島はそれらミクロネシアの島々と、 日本本土を結ぶ中継地点として反映した。1941年12月8日に、イギリスやアメリカ、オランダなどとの太平洋戦争が勃発した。最初の2年半の間は、平成を保ったが、日本軍は1944年5月に、栗林忠道中将式のもと、父島要塞守備隊を主力とした小笠原兵団を編成し、小笠原諸島の防衛に当たった。 6月15日、七島や洋島がアメリカ軍による空襲を受けたため、7月に洋島、島民約1000人を含む島民6886人が日本本土へ強制的に疎開することになったが、825人の島民は軍属として残留した。1945年2月19日から洋島の戦いが行われ、 島民82人を含む2万1900人の日本軍将兵が戦死した。3月26日の日本軍の組織抵抗の終結に伴い、伊王島はアメリカ軍の占領下に入った。なお、小笠原諸島のその他の島へは、アメリカ軍の上陸作戦は行われず、終戦まで日本軍が保持した。しかし、アメリカ軍やイギリス軍、 オーストラリア軍をはじめとする連合国軍によって補給線が立たれたために食料は欠乏し軍族一人当たり1日にパン3個、米飯と味噌汁1杯しか支給されず、父島と母島を合わせて200名余りががしした。8月15日の玉音放送の後、9月3日にマハン級駆逐艦ダンラップが父島に入港した。ダンラップ勘定で 降伏文書の調印が行われた結果、小笠原諸島の日本軍は連合国軍に降伏し、小笠原諸島全域が事実上、アメリカ海軍の占領下に入ることになった。スキャッピン -677 によって決められた日本の市政権が及ぶ範囲1946年1月29日、連合国軍最高司令官総司令部より、 スキャッピンマイナス七7 7が指令された。このスキャッピンマイナス七7 7によって、小笠原諸島全域における日本の施政権が停止され、正式に連合国軍の一国であったアメリカ軍の占領担当地域になり、軍政が始まった。日本本土に疎開した欧米系島民の多くは、戦時中は東京都練馬区の工場で薬卿作りに従事した後、終戦後は、 横須賀市田浦周辺に集中していた。1945年後半、アメリカ領事のアレクシス・ジョンソンに、欧米系島民代表のフレッド・セイバリーが接触し、帰島許可を求める、請願書を手渡した。これを受けて、アメリカ軍は、翌1946年3月19日に、欧米系島民及びその配偶者に限り、父島への帰還を許可した。一方、4月には、 欧米系島民以外の旧島民代表が GHQ に陳情し、帰島促進を求める請願書を提出したが、帰島許可は降りなかった。アメリカ軍による帰島許可を受けて、10月17日に欧米系島民のうち129人が駆逐艦契約で父島に帰島した。帰島当初、父島に戦前から残っていた建物は2軒のみであったため、欧米系島民たちは、 父島のアメリカ軍兵舎で一、2家族ごとに共同で暮らし、食料は日本軍の貯蔵庫にあったものを利用していた。10月19日には、住民自治組織である小笠原諸島代表委員会が設立された。12月21日、昭和内海地震を原因とした津波が父島に押し寄せ、島民たちの住宅環境はさらに劣悪となった。そのため、米軍は、 サイパンの日本軍捕虜収容所から物資を輸送し、米軍から住宅資材の提供を受けた島民たちは、大村地区に戦前の土地の区割りと関係なく住宅を建てて移住した。これは電気や上下水道を安価に利用するために行われた措置であったが、返還後に土地の所有権をめぐって民事訴訟で争われたケースもある。 サンフランシスコ平和条約に署名する吉田茂と日本全権委員団アメリカ政府内では太平洋戦争中から小笠原諸島の戦後処理について話し合いを行っており1943年5月に行われたアメリカ国務省政治省委員会では小笠原諸島を戦後も日本の主権下に残すべきか議論が行われているそのため 1946年11月にアメリカ国務省で寄贈された対日平和条約草案では伊豆諸島の非武装化と小笠原諸島の主権の放棄及び新宅等治療化が記載された。これはアメリカ国防総省の強い意向があったためでその1年後に寄贈された草案においても沖縄は日本の主権下に残されることが検討されたのに対し 小笠原諸島については引き続き新宅島治療科が定められた。これに対しアメリカ国務省内からは小笠原諸島及び沖縄の新宅島治療科は日本の世論を過度に刺激するという反対意見も上がっていた。1950年12月、外務省顧問の白洲次郎はアメリカ国務省のロバート・フィアリーと東京で平和条約について会談した。 その会談で、シラスは、小笠原諸島及び沖縄の信託統治領下に反対したが、両地域におけるアメリカの軍事的利益に対しては譲歩する用意がある、ことを伝えた。この後シラスは、首相の吉田茂と協議し、もし、アメリカが小笠原諸島及び沖縄の信託統治領下に固執した場合、信託統治に期限を設けるか、日本が、 新宅統治療の共同姿勢者となること、そして日本本土と両地域の往来の自由や小笠原諸島民の祈祷をアメリカに提案することで方針を固めた。1951年1月、アメリカ国務長官政治顧問のジョン・フォスター・ダレスが来日し、吉田と2回にわたり会談を行った。この会談でダレスは小笠原諸島及び、 沖縄の返還に強く反対したが、この会談以降日本国内では返還の世論が高まり、平和条約批准反対の声も上がった。そのため、ダレスはアメリカ国防総省やイギリスと接触を行い、新たな草案では日本による主権の放棄が定められなくなった。一方吉田は、6月に来日したアメリカ国務省、北東アジア部長のジョン・ムーア・アリソンとも会談し、 住民の日本国籍時や小笠原諸島民の帰島などを要請した。1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約の発効に伴い、アメリカが小笠原諸島を新宅統治下に置くことを国際連合に提案し、その提案が国際連合で可決されるまでの期間、アメリカが小笠原諸島の行政、立法、 司法のすべての権限を行使することが規定された。サンフランシスコ平和条約第2章第3条で規定されたのは、新宅統治可決までアメリカが小笠原諸島の行政、立法、司法のすべての権限を行使することであり、小笠原諸島に対する主権の放棄は規定されていないため、日本は小笠原諸島に対する潜在的主権を返還まで持ち続けることができ、 住民も日本国籍を維持することが可能となった。しかし一方で、条約発行に伴い、日本の市政権が完全に及ばなくなったため、東京都小笠原市長及び各村の役場が廃止された。欧米系島民以外の多くの旧島民は、小笠原諸島へすぐに帰島することができなかった。旧島民の多くは、疎開によって、木の幹のままやってきたものが多く、 また、帰党を希望するがゆえに、日本本土に生活基盤を築かなかった者も,も多かった、ため、生活に困窮した。帰党を希望する、旧党民たちは1947年7月に、小笠原党、伊王島基況促進連盟を設立して、GHQ や日本、アメリカ両政府に対して、陳情を繰り返した。1952年9月には、基況促進連盟の陳情を受けた。 岡崎勝雄外務大臣が、中日大使のロバート・ダニエル・マーフィーと会談し、翌10月に行われる、父島の現地調査に日本側代表者を同行させる、ことを了承させた。これを受けて、非況促進連盟から1名が父島に派遣される、ことが決まったが、アメリカ国防総省の反対により、現地調査は、アメリカ政府関係者のみで行われた。なお、 1955年当時、人を希望する旧島民の数は、旧島民全体の37%にあたる2600名であり、気境促進連盟がアメリカ政府に送った陳情書の数は、1947年から1962年の16年間で86通に及んだ。この運動に対して、小笠原諸島米国軍政府長官であった。 アーサー・ W ・ラドフォードは、1951年に、父島を視察した後、対ソ連戦略において、父島の潜水艦基地及び伊王島の空軍基地は、補助基地として必要不可欠であると考えた。そのため、欧米系統民のアメリカ市民権獲得を支援した、反面、日本への返還や旧島民の帰還に強く反対した。またラドフォードは、旧島民の帰によって、 反基地運動が起こることにも懸念を示した。加えて、1956年6月から父島と伊洋島に核兵器が保管され始めたため、アメリカ国防総省は住民の帰還により一層難色を示すようになった。一方、中日大使のロバート・ダニエル・マーフィーからは、1952年に、 米軍基地のない母島への帰祷を認める妥協案が出されたが、この案はラドフォードによって却下された。また、欧米系島民の中には、旧島民の帰祷に反対する声もあった。1955年11月に訪米した小笠原、諸島代表委員会の代表団は、国防総省及び国務省の関係者と面会し、82人分の 署名とともに意見書を手渡した。意見書の内容は、旧島民のほとんどが1930年代以降の移住者であること、旧島民7000人全員の受け入れは不可能であることについて書かれていた。祈祷運動と並行して、帰郷促進連盟は、日米両政府に対して、生活保障金の支払いを求め続けた。当初、 日米両政府は保証金の支払いを拒否していたが、日本政府からは1955年に1億円、翌1956年に4000万円の見舞い金が支給され、アメリカ政府からは1959年に請求額の半額に当たる600万ドルが支給された。しかし、保証金の配分をめぐって、非協促進連盟は4つの派閥に分かれて対立し、 保証金の配分が完了するのは1963年になってからであった。小笠原諸島をめぐる日米間の返還交渉は1950年代から行われており、アメリカ国務省は条件付きながらも小笠原諸島返還に前向きであった。1956年、中日大使となったジョン・ムー・アーリソンは国務長官に就任したダレスに対し、個人的には 日本が十分な海軍力を整えれば、すぐに、小笠原諸島を返還することが日本とのパートナーシップの構築へ貢献できると思うと述べている。また同じ年、アメリカ国務省日本担当官であった、ジェームズ・マーティン・ジュニアは、米国が琉球と小笠原諸島の返還に、積極的でないのは、日本が中立主義に傾く、可能性への恐怖であると外務省の中米伊藤書記官に、 話している。しかし、アメリカ国防総省の反対によって、小笠原諸島返還交渉は、父として進まなかった。1967年5月23日、三木武雄外務大臣は、参議院予算委員会、第二分科会の答弁において、小笠原の返還、この問題についてはいろいろ軍事的な施設もあるとは、思うけれども、沖縄とは、 多少軍事施設についても差があることは事実だろうから今後とも小笠原の返還については政府として努力していきたいと考えていると発言し翌日の記者会見でも日本政府としては小笠原と沖縄の問題を分けて考えることは悪い考えではないという見解を示したこれを受けてアメリカ政府は中日大使のウラル・アレクシス・ジョンソンを通して秘密協議の場を設けることを決め 7月にミキとジョンソンは東京のホテルニューオータニで秘密協議を行った。この秘密協議で沖縄と比較して小笠原諸島の軍事的価値がビビたるものであることについては両者合意したが小笠原諸島返還によって沖縄返還への圧力が高まる可能性があるとしてジョンソンは小笠原諸島返還に慎重な立場を取った。 11月の佐藤英作首相訪米を前に、日本では小笠原諸島と沖縄返還について関心が高まる。中、9月に訪米した三木は、ロバート・マクナマラ国防総省長官と会談し、マクナマラは、小笠原諸島の返還は、沖縄返還よりも容易であることを認めた。共同宣言起草に向けた日米協議は10月11日から始まった。この時点で、アメリカ政府は、 小笠原諸島返還についての最終決定を下していなかったが、伊王島を小笠原諸島から切り離す提案をした。日本側はこれを認めず、代替案として、基地の継続使用と自衛隊をシーレーン防衛の支援に投入することを提案した。これを受けて、アメリカ政府は11月3日に小笠原諸島返還に関する日本との協議を速やかに開始することを決定し、 返還後の軍事基地使用継続や沖縄の即時、返還要求に対する圧力の緩和などが返還の条件とされた。1967年11月15日、佐藤栄作首相とリンドン・ジョンソン大統領が会談した結果、日米間で南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定が締結された。 翌1968年4月5日には、日米間で本協定が締結、調印され、5月22日、採決を棄権した日本共産党を除き、全会一致で国会の承認を受けた。返還に先立って、1967年12月8日に、小笠原復帰対策本部が設置された。翌1968年1月18日には、 海上自衛隊の護衛艦高月と海上保安庁の巡視船伊豆が父島に派遣され、30人余りの代表団が10日間にわたって島民への聞き取りなどの現地調査を行った。また反対に小笠原諸島代表委員会から代表を3名が東京に招待された。そして6月26日正午、父島のアメリカ海軍司令部前で返還式典が行われ、 小笠原諸島は日本に復帰した。返還後、欧米系島民には3年間の国籍有予期間が与えられたため、アメリカ国籍を選択して、アメリカに移住した者も,も少なくない。また、小笠原諸島は返還後、実米安全保障条約の範囲に含まれたため、引き続き洋島と南鳥島には、洋島ロランシー主局と南鳥島ロランシー局の管理を目的として、 アメリカ沿岸警備隊が駐留した。その後、伊王島ロランシー主局は1994年に廃局となり、南鳥島ロランシー局は1993年に海上保安庁に引き渡されたため、小笠原諸島から米軍は撤収した。また返還後、欧米系島民以外の旧島民の父島、母島への帰島も自由となったが、実際に小笠原諸島へ帰島した。 旧島民の数は、1982年の時点で649名であった。1987年の南鳥島。滑走路右側にある島が、南鳥島ロランシー局である。サンフランシスコ平和条約と、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定によると、ここで定義されている南方諸島及びその他の諸島とは、 宗ウ岸の南,の南の南方諸島並びに沖の鳥島及び南鳥島となっている。なお、スキャッピンマイナス677にはこの他に中の鳥島の名があるが、これは実在しない島である。また、返還まで一般住民のいる島は父島のみで、他に父島、伊王島、南鳥島に米軍が駐留していた。 南鳥島は1945年から米軍が駐留していたが、1947年の台風発生に伴う高潮で被害を受けたために撤退し、一時無人島となっていた。その後、1951年から日本の気象庁がアメリカ政府の委託を受けて気象観測業務を行ったが、1963年に南鳥島ロランシー局が完成したことを受けて、 撤収し、以後返還後に至るまで、アメリカ沿岸警備隊が駐留した。他は、母島を含めて全て無人島であった。小笠原諸島は、サンフランシスコ平和条約第2章第3条によって、沖縄と同様に、日本の潜在的主権が確認されていた。しかし、サンフランシスコ平和条約第2章第3条には、アメリカを、 小笠原諸島に対する唯一の姿政権者とすることも規定されていたため、小笠原諸島は返還までアメリカ海軍の軍政下に置かれた。アメリカによる小笠原諸島統治の最高責任者は、小笠原諸島米国軍政府長官であり、アメリカ海軍太平洋艦隊司令官が兼務した。また、小笠原諸島米国軍政府副長官は、 グアムに駐在するマリアナ地域司令官が兼務し、その下に小笠原諸島に対する実務を担当する小笠原マリアナ諸島軍政府主任将校と実際に父島に駐在した小笠原諸島軍政府代表が置かれた。この体制は1947年7月に太平洋諸島新宅等治療が発足し、 サイパンを含む北マリアナ諸島がその一部となった後も変化はなかった。そのため、小笠原諸島は日本が潜在的主権を持つのにもかかわらず、行政上は太平洋諸島新宅等治療と一括で管理されることになった。住民自治は小笠原諸島代表委員会が言った。小笠原諸島代表委員会は18歳以上の 島民から選挙によって選出された5人が月に1回集まり、住宅、農業、漁業について話し合う期間であった。選挙は毎年6月に行われ、最も投票数が多かった候補者が議長、2番目に多かった候補者が財政担当者となり、3から5番目に多かった候補者は委員に選出された。また、軍政府代表が委員会の顧問を務めた。 1951年に小笠原諸島裁判所が設置され、裁判官には小笠原諸島代表委員会が任命した者が任期1年で就任した。小笠原諸島代表委員会の委員たちは裁判所の補助メンバーとなり、また、軍政府代表が裁判所の顧問を務めた。欧米系島民及びその配偶者と米軍関係者が在住しており、島民は アメリカ世政権下でも日本国籍を保持していた。また、島民男性の中には、米軍から許可をもらい、日本本土でお見合いをする者も,もいた。なお、1967年時点で、の人口は以下の通りである。公用語は英語であったが、島民たちは、日英混合の小笠原方言を話しており、家庭によって日本語や、英語の理解度が異なっていた。そのため、 島民の中には日本語の読み書きや敬語を上手に使えず変換後に来島した東京都職員などとトラブルになるケースもあった。帰島当初、島民たちは農業、漁業を共同で行い、得た食料はすべて世帯あたりの人数に応じて分配していた。1948年に島民の積立金と米軍からの借入金をもとに、 小笠原諸島貿易会社が設立されると各家庭で買い物ができるようになり島で手に入らない食料品や日用品衣類や玩具などの買い物についてはシアーズ百貨店のカタログ販売が利用された島民の産業は農業、漁業が主であり島民たちの多くは小笠原諸島貿易会社を介して農産品や海産物をグアムやサイパンへ輸出し 現金収入を得ていた。農業はバナナ、オレンジ、パパイヤなどの果物類、トマト、ブロッコリー、大根、ごぼう、人参などの野菜類が栽培されたほか、生炎や養蜂も行われた。漁業はサワラ、マグロ、イスズミなどの魚類やウミガメが取られ、島内で干物に加工された後輸出された。これらの産品によって、小笠原諸島貿易会社は、 設立一年後の時点で一万ドル余りの利益を得ていた。この他に、クズ鉄拾いも行われ、遺棄された武器弾薬を山で拾い、その中から、真鍮、鉄、銅を集めて、グアムへ輸出していた。また米軍関係の仕事に就く者もおり、米軍基地内のバーで、バーテンダーとして働く者やアメリカ海軍の総海艇に乗り組む者もいた。 小笠原清ジョージ教会島民はプロテスタントが多かったため、クリスマスを祝ったり、復活祭にイースターエッグを作るといった宗教行事も行われた。また、ハロウィンやアメリカ独立記念日にはパーティーが行われた。銃の所持も自由であったため、ハンティングが盛んに行われた。ハンティングでは主に野生化したヤギや豚を狙い、 父島島内だけでなく弟島や向島列島まで船を出すこともあった。しかし、返還後日本の法律が適用されたことにより、自由に銃を扱えなくなった上、狩猟上におけるヤギの屠殺が禁止された結果、弟島や向島列島では、ヤギが異常繁殖して、食生破壊を引き起こした。食文化に関しては、パンやダンプリングのほか沖縄と同様にスパムやコンビーフ。 チリコンカーンの缶詰も食べられた。しかしながら、米食をはじめ日本の影響も強く、鉄火味噌やぬか漬けも食べられた。茶や味噌、醤油などは、島では希少であったため、台風の際に、七島の湾内へ避難してきた日本船の船員から果物と物々交換で入手することもあった。風マイナス16型飛行艇アメリカ海軍の輸送船や、 揚陸艦が不定期に就航したほか、月に1回、グアムとの間に3機の風 -16D 型飛行艇が就航していた。これらの風 -16D 型飛行艇には、父ワードの愛称が付けられ、父島グアム艦を5時間で結んだ。また、島には1952年5月からグが常駐したが、重病の場合はグアムで治療を受けた。しかし、 日本本土との行き来は特別な許可がない限り、禁止されており、前述のお見合いを除くと、歯科治療の場合のみ、渡航の許可が下りることがあった。島民は特定の国のパスポートを所持しておらず、アメリカ海軍が発給した渡航証明書で、グアムや日本本土へ渡航した。また、日本人の小笠原諸島への渡航は1965年5月の母産団など特別な場合を除いて、 許可は降りなかった。台風接近の際に、日本の漁船が父島の湾内で下泊することは認められたが、船員の上陸は許可されなかった。島民指定への教育は、祈祷当初は米軍兵舎の一角で行われ、イギリスの商社で40年間働いていた、欧米系島民のフランク・ゴンザレスが英語で事業を行った。その後1956年に、 ラドフォード帝督諸島学校が設立され、ハワイから日系人の教師2名を含む4名が着任し、島民及び米軍指定の教育に当たった。生徒数は1968年当時69名で、そのうち島民は60名、米軍指定は9名であった。教育制度はアメリカと同様であり、幼稚園から7年生より9年生までは、 ラドフォード提督諸島学校で教育が行われ、卒業後グアムの高校に進学した。またその間の学費は無料であった。授業はすべて英語で行われ、日本語を話すと叱られることもあった。生徒たちは大きな部屋で、全学年一緒に勉強し、朝登校して、正常期を経営した後、昼は一旦家に帰って、昼食をとり、午後再び登校した。野外映画や、 キャンプなどの課外授業は頻繁に行われ、潜水艦や米軍基地に見学へ行くこともあった。また、小笠原諸島の日本返還が決まると、日本語の読み書きなど返還に向けた準備教育も行われた。グアムに進学した生徒たちは、アメリカ海軍関係者のスポンサーの家にホームステージ、そこから通学した。スポンサーとソリが合わない場合は、一年ごとにスポンサーを 変えることもできた。そのまま大学に進学する者もいたが、変換時に日本の高校生の年齢であった生徒は、新設された東京都立小笠原高等学校に編入学した。ありがとうございます。